このパラリンピックのゲームの名前はシッティングバレーボールです。バレーボールはチームゲームから6人でするゲームです。そして相手のコートにバレーボールをスパイクして相手が空振りしたら点がもらえることができます。でもネットに振らなかったり下半身は床に触れたりしなければいけません。シッティングバレーボールの見どころはスピードやチームワークや作戦のゲームだと思います。楽しくて面白いゲームですから、シッティングバレーボールを見てください。